3番手の男でいいとか言って、いつも言ってるからか。クイズの質なんかちょっとね、社会派すぎない？滋賀はまず、ないし、何も。これ加藤純一最強だから。え？これって、どういうこと？毎日誰か炎上してください。LINE？ オッケー。企画来た。なんか企画とかやりてえなーって言ってたんだけど。うん。めっちゃ唐突に企画送ってきた。俺多分1ヶ月ぐらい前になんか企画っぽい配信してえなーって。YouTuber 見てたことしてえなーって言ってたら。当然のように急に企画来たわ。ということでこちら。3番手を当てろ！クイズ3番手ー！なんだこれ。これおもろいかほんまに。おい、これクイズ3番手ってこれ俺のことをやりしてんのこれ、もしかして。あれか、俺が3番手の男でいいとか言っていつも言ってるからか。これ絶対オチあれじゃん。どう考えてもオチ。3番目にの男は誰って言って、ケンキが含まれてて、俺ですって言って終わりなんですよ、これで完全に。なんかの俺の3番手な順位を設定して、ケンキで終わりは俺多分オチ。確実に。クイズ3番手を当てろ。全10問。ランキングの3位を当ててください。選択肢は必ず1や2が含まれているとは限りません。編集モードで操作してください。配信の左に一覧が映らないようにしてください。答えは黒四角を移動させてください。じゃあ第1問。バナナの生産量の多い国。1位は、フィリピンなんですよ。1位が確定でフィリピンで、日本は多分ないと思うんだけどな。アメリカ？いやけどフィリピン1位、インドネシア、アメリカか？熱帯なんだよな。アメリカってそんななんかバナナ育つ地域あんのか？多分アメリカランキング外で、ワンチャンフィリピン、なんか俺のイメージだとフィリピン、エクアドル、インドネシア、あと、どこがあるかな？なんかインドとかそういうイメージがあるんだよな。フィリピン1位、2位エクアドル、3位インドネシアなんじゃねえか。日本は絶対ないでしょ。東京バナナは農館だろ。東京、ふざけんな。東京バナナ含まれてるわけないだろ。バカか、お前。東京バナナが含まれてるわけあるか、お前。いや、これとりあえずまあ、さすがインドかな。いや、インドネシアかな。一番。俺一応インドネシア行くわ。行きます。正解は、こちら。きたーけど、フィリピン6位あったけど、インドネシアで正解したけど、けど、フィリピン6位え、じゃあ1位どこなの？バナナって。バナナって1位どこ？そう、アメリカは10位か。まあ、ここはあってたね。アメリカ、日本は関係ないとはずって、これはあってたね。え、1位どこ？インド？あ、インドなんだ。ふぅー！ 1 位インド。1位インド、2位エクアドルかなと思う。へぇー。これ解説欲しいな。世界の山の標高、3位。1位エベレストでしょ？だってこれは確定でない。標高、エベレスト。キリマンジャロ。まあ、富士山は絶対ない。カンチェン、ジェンガ。カンチェンジュンガじゃねえ、確実に。だってさ、キリマンジャロ、富士山、エベレストってきてさ、カンチェンジェンガだけ知らん。絶対これじゃない？どう考えてもここじゃない。カンチェンジュンガ。どう考えてもこれだろ、俺。これ絶対世界の山の標高で3位、ようわからん国の山だったパターンで、俺。いやけどこれさすがにカンチェンジェンガだと思うんだけどな。カンチェンジェンガいきます。おいまあこれはね、次いきます。平均寿命の長い国。日本は間違いなく長い長寿の国。韓国も比較的長いって聞いたことあるけど、韓国は多分ね8位とかなんだよ確か。で、デンマークってあんま見覚えないんだけど、日本はね、1位ではない気がするんだよね。1位多分なんかどっか外国だったね。え、これ日本3位とかじゃなかったっけ？あー、待って、スウェーデンか。ってことは寒い地域なのか。あ、そっか、寒い地域だと、病気がないから、ってなってくるとデンマークも結構寒い地域だから、いや、多分日本か、俺なんでなんでな、日本かデンマークで、デンマークはちょっと高すぎる説ある。俺なんか3位が日本。で、デンマークが2位なんじゃない？ 2 位。
3位で、で、スウェーデン1位、1位スウェーデン、2位デンマーク、3位日本みたいな。で、なんかあって6位か7位ぐらい韓国入ってくるみたいな。いや、日本1位か？じゃあ行きますよ。じゃあ俺は日本が3位だと思います。行きます。あ、韓国3位？え？日本1位なんだ、しかも。日本1位？お前らさっきのスウェーデンって話になんだ？おい、おい、誰だよ、平均寿命の長い国1位スウェーデンですって言ったやつ。おい、ふいちいち参照とか貼ってないだろ、こんな。これからじゃあこれ、ここに参照これから貼らせるようにするわ、もう。うん、あの参照とかちゃんと貼ってくれないとみんな困るからさ、ってここにちゃんと参照ないねって貼ってって言っとくわ。じゃあ次が、はい、国内総生産ってか、なんかクイズの質なんかちょっとなんかあの社会派すぎない？もうちょっとさ、なんかなかったの、なんか売れてるゲームとかなんか社会派すぎないか？もうちょっとあったの絶対俺ら風のやつ売れてるアニメとかなんでこれワクワクしない出題ばっかなの？教養が問われる。なんでこれ教養問われてんだ。 GDP3 位、まあ1位はアメリカ GDP って、日本は5位です、ドイツが3位です。高校の地理で習いました。お前高校の地理習った時何歳？お前何歳それ？17歳の時ってことは、17歳の時ってことは、お前、知らねえ、お前が17歳で今が何年か分かんねえ、意味ねえだろ、バカか、お前。お前、バカか、お前。2022年時点で、お前が何歳か、今、何年前かで聞いてるんだ。7年前、7年前か。7年前か。ってことは、いや、ドイツ変わってるか。デンマークはないだろ。で、なんだ、この謎のデンマーク星何なの？なんかデンマーク断ることに出てくるけど、この謎のデンマーク星何これ？お、日本さ、いや、どうだ？ドイツか日本、韓国じゃないはず。ドイツか日本だな。いや、俺日本行くわ。俺日本行く。ドイツが下がって日本が上がった。きたー！当たってるわ！マジで当たってる。ドイツ下がってる、やっぱり。で、日本はなんで上がったのかよくわかんないけど。あー、やっぱドイツ下がってんね。ああ、去年ドイツが日本を抜いたらしい。最近去年ドイツに抜かれたらしいの、俺ら敗北されてるらしい。日本って普通にすげえんだな、やっぱなんやかんや。またドイツ下がったんだ。去年ドイツに負けて今年またドイツ下がって日本勝ったんだ。やるな。次いきますよ。自動車輸出台数の多い国、まず日本はめっちゃ多い、アメリカもクソ多い、日本アメリカめっちゃ多い、フランスはないよな多分。トップ3がこの3つなんだよ多分。フランスはないでしょ。ドイツ車でしょ。フランス車はちょっと高級車が多すぎるんじゃないか。だから輸出量だから多分大衆車じゃないといけないから。日本はやっぱ輸出ついて、やっぱ貿易摩擦昔発生したぐらいですから、日本1位ドイツ2位とか、いやドイツ1位日本2位かな。でアメリカは多分2021ってことはテスラまだ乗ってないから、多分2022年ぐらいからテスラが爆発出すんだよね。あー、シボレー、ジープ、ハマーか。まあ確かに、シボレー、ジープ、ハマーか。いや、3位か。アメリカ3位か。いや、アメリカだな。いや、俺アメリカだと、俺ドイツ、日本が1位に入ってて、アメリカ3位だな。いきます。来い！フランス1位！は、え？フランスが自動車輸出国として世界で1位になったことはありません。ドイツや日本が長年にわたりトップの地位を占めており、フランスはトップ5のことはありますが、1位に輝いた記憶が残っておりません。あ、けどこれ、いや、けど外務省のね、データではこれねってば。いや、けど外務省だとこれだ。ほら、フランス、日本、米国で、メキシコなんだ。ドイツ、韓国、韓国最近すごいからね、勢いね。で、中国、スペイン、イギリス、インド。インド最強すぎない？お前、何でも入ってくるな、お前、インド。
インドトップ10に必ずないかな。外務省が言ってるから正しいだろ、これさすがに。あ、てかあれか、生産台数だからメーカー関係なのか。輸出だし、実際だからどの国で作ってるかって話なのか、これ結局。あ、そういうことか。だから別にルノーが出してるんじゃなくて、フランスでただ作ってるだけってことか。あー、そういうことか。待って、お前らこれ工場でもねえわ。説明しよう。この車の輸出台数は国内から海外に移動された販売台数です。フランスはドイツやイタリアなどの他の車をフランスに集積し、それを出荷してるんだね。さっき、さっきこういうデータサイトもある。あ、ほんとだ、全然違うわ。輸出国、こっちのね、他のグローバルノートってところの、統計サイトではドイツが1位、2位が中国、3位が日本になってるな。へー、これ統計の落とし穴だな。国宝が多い都道府県来ました。1位は奈良、2位京都か。1位奈良、2位京都。あ、待てよ、国宝が多い、これもあれだ。待てよ、よくよく考えた、国宝は多分東京に保管されてるから、保管されているはずだから、から東京が1位だ。俺の友達に、蜷川さんっていう人がいたんだけど、蜷川家って言って、もともと天皇の側近やってた、天皇じゃない、将軍だ、将軍の側近だわ。で、その蜷川さんのところの国王も蔵があるんだけど、そっから結構おおむね、大体博物館、東京の博物館にもう持ってってもらってるって言ってたから、多分、京都府のそういう国王系は多分、おそらく大体東京に行ってんだよね。って考えると、3位が京都になってる可能性がある、これ。1位東京、2位奈良、3位京都になってる可能性がある。で、滋賀と大阪は、さすがに国王系はない。滋賀はまず、ないし、何も。いや、滋賀にもありますよ、水とか。ね、いやいや、俺、滋賀県大好きですよ。琵琶湖ってチャリンコで一周するの何時間かかしてます？あ、10時間なんですよ。うん。じゃ、行きますか。さすがに京都だと思う、これは。これはね、奈良かと思わした京都。けど、これはね、わかる。俺は京都出身だからわかる。これはね、完全に奈良かと思わした京都です。これはね、俺には通じない。京都出身の俺には通じない。奈良ってさ、寺の数が確か日本で一番多いですよ。奈良って寺の数が一番多いですよ。なのに、国宝が京都に占めてってこと？何？寺だけってこと？なんで滋賀多いんだろうな。滋賀には、滋賀は大津京っていう都があった。へえ、そうなんだ。すいません、なんか延暦寺とか滋賀、うわ、そうか、そうだ、確かに延暦寺とか滋賀か。確かに延暦寺1個入ってるだけで国宝とりあえず10個ぐらい入りそうじゃん。確かに。あー、そういうことか。延暦寺とかほぼ京都だろ、あれ。ふざけんなよ。で、それ。あれ、ほぼ京都だろ。次行くか。このクイズおもろいな。ゲームソフトの売り上げ、やっと来たぞ、お前ら！お前、やっと来た！ゲームソフトの売り上げ本数、世界、これ、いつの話ですか？いつの話ですか？けど、テトリス、PUBG、GTA5、Wii だから関係ないな。いつとか関係ないな。テトリスは今まで1位だったんですけど、最近抜かれました。で、マイクラに抜かれたから、マイクラ1位、テトリス2位です。なんで、GTA5、PUBG、Wii スポーツの時なんですけど、 Wii スポーツは多分ない。ワールドって考えた時多分ない。ってこと考えると、 PUBG、GTA5 な気がするんだけど、いや、テトリス2位だと思うけど、テトリス3位ってことないでしょ。まあ、グラセフかな。グラセフいきます。グラセフ。ごめん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 。間違った。派生ゲームも含めモンスト、テトリス、ネタバレやめてね、ネタバレやめてね、塗りつぶしの配慮もあったのに、汗テトリス、じゃあ、テトリス、歌つよ、配信やめろ、テトリス、グラセフ抜いた、グラセフやば、マイクラどころじゃなかった、グラセフ、マイクラ1、グラセフ2か、
マイクラ1グラジオ2テドリ3位で Wii スポーツ4ふざけんな嘘だろマジか Wii スポーツ4なの PUBG5 すげえな Wii スポーツやばいなおーしゃすさあ次モバイルゲームの収益ですかクラッシュオブクランパズドラモンストポケモン GO うーんなんだと思うなんだと思う俺これパズドラな気すんなパズドラな気にする気するけどなまあ簡単すぎるから1位探す1位考える1位について考える簡単すぎるよ、3位はちょっとさすがに1位を考えようかな、まあ、2位はさすがに3位はさすがにパズドラだろう1位なんかなモンストかだけどワンチャンポケモン GO ってことないこれさすがにさすがにこれポケモン GO ってことないモンストかモンスト GO あこれあそうかモバイルゲーム収益か収益かしかも日本じゃんしかも日本じゃんしかも日本だこれクラクラだから全身ああもう絶対こんなんもう絶対モンスもう絶対モンストやうん1位モンストだようん1位モンストで3位パズドラだよじゃあ1位当てますよ1位当てますよだろうなだろうなうんまあこれはまあその最初から分かってたよなうんこれは正直最初から分かってた知ってた いきますかライブは配信した近づいてきたね近づいてきたね何か近づいてきたなライブ配信視聴時間カテゴリーゲームカテゴリー順3位バルラントストリートファイターエイペックスドル国内のライブ配信視聴時間2024年これ時間ってことはさ累積なの月間か月間だったら7月ってことはバロが1位でしょまずバロが1位じゃんけどエボかエボもあるかエボバロエボバロが1位2位でしょだからストリートファイターバロが1位に入ってるでしょエイペックスかロールなんだよなエイペックスとロールでしょエイペックスでなんかでかい大会あったっけエイペックス7月でかい大会あったエペはないエペは7月なかったということはロールだな多分まあこれ1位と2位待てるかバロラントが1位ストリートファイター2位いやどっちだストリートファイター1位バロラント2位かなストリートファイター1位バロラント2位ロル3位か。え、待てよ、1位グラセフって可能性ない待って、確かに、ちょっと待てよ、これさ、1位グラセフって可能性ない。グラセフ1位で、あ、てかそれじゃね ?1 位グラセフ、2位バロラント、3位ストリートファイターか。あ、それだ。待って、ってことはバロラントとストリートファイター、どっちが上かを考えるゲームなのか、これ。あ、それだ。バロブか。いや、けどそうか。バロブがあるのか。そうか、俺が寝てるときやってんのか。バロブがあるのか。え、それって7月からなの？バロブって。そうなってくるとバロか。だからバロ2位、ストリートファイターある。3位かな。だから、1位、ストグラ、2位、バロ、3位、ストロク。さ、ストロクだな。ロルは多分ね、5位か4位、4位かな。ロル4位。超えてたき。いくよ。うわ！お、マジか！バロ1位だわ。バロ1位で、エイペックス3位だ。え、ストロク4位なの？あ、ストグラが2位ってことか。バロ1位のストグラ2位の。あ、そういうことか。これバルブ、これ加藤純一最強だこれ。これはおそらく、これはさすがに加藤純一最強だな。うん。これは申し訳ないけど、加藤純一最強です、これ。5位はラスト。あー、ラストは老人会か。老人会ラスト7月か。なるほどな。ラストの5位は多分、さすがに、だからもう加藤純一最強。とりあえず加藤純一がやってるゲームの配信視聴時間が長いってことだ。エイペックスはなんでなんだろうな。単純に配信めっちゃ多いのかな。ストリーム数はほぼ一番。あー、なるほど。エイペックスはストリームの数がめっちゃ多いらしいわ。だから、その中堅以降の配信者がめっちゃ束になってやってるから、それでめっちゃ上がってんだわ。数字が。あと、YT 入ってるはず。あ、なるほど。これ YouTube 入ってんだって。Twitch だけじゃないわ。それでか。
YouTube も入ってんだ。余計にか。YouTube だと3位 APEX の方が多分強いからか。なるほどな。だ俺は Twitch しか見ないから、なんか感覚的にあれだけど、YouTube の VTuber とか全然まだ APEX やってるから、コアクさんとか中心に。確かに、確かに。なるほどね。じゃあ最後か。俺が3位の問題ってなんだ？俺が3位になる問題って何があるんだ？ FPS のプロゲーミングチームを設立した順とか。いや、それもないな、絶対。ナブドとかもあるもんな。案件の数は絶対無理。案件の数3位は絶対無理。あー、ゼータ月間案件ランキングだったらワンチャン3位あるかも。あ、それあるかもな。ゼータの月間ランキング。確かにそれはいけるかも。まあ、ゼータ系だろうな、多分。ゼータ関連だろうな。多分。いくよ。どう？これが？昼の時間帯の視聴時間、配信日数、朝雑談配信してる人とかは、顎の長さランキング、ダブル、え、わらわら、あ、あれ、あ、あ、元気ない、わらわら、あ、あ、え、いない、元気なし、これって、え、どういうこと？これは、まずい、あ、悲観するだろ、これってこと？これってこと？出題者のこと？どれでも痛いな、い、いない、何これ、これって、出題者のところ？試されてる、あ、これ誰です。待って。これは誰が誰の いや、だから俺が思う、プロミスが選ぶ、面白い配信3位。いや、プロミスは、じゃあ、お前らプロミスの考察よ。プロミスは、まず、借金が、数百万ある。400万ぐらいかな。借金が400万あるのに、月の収入が10万そこらしかない。うん。で、借金がいっぱいいろんなところで借りてたんだけど、それを一回一個の会社にまとめたんだよね。まとめた時に満足そうにしてた。うん。で、今は、プロミスは、江川の実家に住んでる。いや、俺だったら親戚さんはね、もう本当にもう3位とかもう一番上なんだけどね。彼も一番上だしね。シッチも一番面白い。タケミも一番面白いんだけど。ってなってくる。俺は一番うまい。面白い。一番みんな面白い。俺はみんな一番面白い。いや、だから、俺じゃないよ。俺じゃなくて、プロミスだったとしたら選ぶね。一番みんな面白い。3位選べか、信じて、忖度、ゆとり小学校じゃねえんだよ。じゃあその関裕太は多分違うんす。ないんすよ。入ってないんすよ。高木のソロ配信見た。それ見てるところ見たことないから、プロミスが。ってなった時に、プロミスが見てるのは、信じ高木カルビ。実はこれ関裕太を見ていて、関裕太が3位っていうパターン。パワプロに飛び火。信じは普通におもろい。信じ、カルビの2択。これ誰が作った？か、もう一人入ってて、別で、1位が別にいて、あと誰が見てる？誰見てる？プルルが入ってないわ！プロミスが大好きなプルルが入ってない！ってことは、プルルが入って、信じカルビ、関さんは多分見てないから、おそらくそのランキングとか入りようがないから。てかこれさ、なんて隠すつもりなんだ。関裕太10位以下とか隠すつもりなんだ、これ。さっきまでのやつだってさ、このなんか、なあ、さっきまでだってこの、なんか、怖すぎる。ただね、関さんは、単純にプロミスが見てないんですよ。ね、見てない理由は簡単で、プロミスが配信をして、関さんが配信する時間、プロミス働いてるんです、基本。だからお昼時は、働いてるんで見る余裕がないんですよ。プロミスは切り抜きやってるんで。なので、関さん見てないから、関さん絶対違う。入ってないはず。だって知らないはずだから。ってなった時に、シンジ、高木、カルビで、プルルが一番好きなはずだから、プルル1位。ストロークで高木が4位だとして、カルビかシンジなんだよね。で、プロミスは野球が好きだから、シンジが2位だから、カルビが3位これだカルビが3位だ！行くよ。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 3番目に面白いのは、カルビです！
わらわら、わらわら、あ、わらわら、わらわら、わらわら、パーフェクト、やばすぎる、やばすぎる。